10月27日のトイック公開で、その結果はこちら。はい、それでは見ていきますか。いくのかな。お、R から始まる単語を選んだ人、E から始まる単語を選んだ人、他に T から始まる単語かを選んだ人とかですね。Hello there、 始まりました。モジェチャンネルです。今回はですね、第244回トイック公開テストの結果を開封していきたいと思いますね。今、まさに245回のトイック公開テストが終わったその後です。先ほどこうあの感想の動画を撮って、いよいよこれ開封してですね、この後ですね、あのイングリッシュモンスターのですね、菊池さんが来て、菊池さんも開封します。なんで次回の動画は菊池さんの開封動画になります。ですね、彼の何でしたっけ、鼻クソの儀でしたっけ、満点取れなかったら鼻クソつけてすぐ捨てるってやつですね。うちに捨てられていくのか、それともですね、トイック満点のコレクションになって第90何回目でしたっけ、92回目になるかっていうのを見る感じです。で、僕の方はね、86回目の満点になるかどうかっていうのを見ていきます。それでは開けます。はい、ほっで、まあね、正答率もどうなってるのか気になるところですね。あと、あの住所とかをちょっと隠しますね。毎回毎回うまく隠れないでですね、結局カットしなきゃいけなくなるってことがですね、すごく多いので、ちょっとよいしょ、隠させていただきます。その辺はですね、はい、それではですね、自分のまずは点数、正答率と点数のうちの点数を見せたいと思います。はい、今回の、第244回ですね、2019年10月27日のトイック公開で、その結果は、じゃん、はい、見えてますね。はい、295機が90点満点ということで、86回目のですね、満点を達成することができました。ありがとうございます。いや、頑張りましたね。いや、とってもね、パーツ数が難しかったんですけど。でね、一個ね、今回いよいよ正答率をこれから見ていくんですけど、すごく悩んだ、すごく答えが割れてる、満点の人たちにも答えが割れた問題があったんですよ。まあ、明日のそのイングリッシュモンスター菊池さんの動画でもどうなってるのか気になるわけですね。でそれが採点対象外になってるのか、それともきちんと採点されてるのか、しかもどれが正解だったか分かんない。で、それぞれいろんな人がですね、ネイティブに聞いたんですよ。そうするとネイティブの答えも分かれたし、どれも正解じゃないって言ったネイティブも結構いる。自分のところも誰もどれも正解じゃないって言ってたし、他にもそういうコメント欄にもですね、そういうのが来たりもしましたし、菊池さんの方はおそらくこれだろうって言ったものと、自分が調べておそらくこれじゃないかなって言ったものもまた違ったんですよ。だから一体どれが正解なのか分かんないままなんですが、では正答率を見ていきます。じゃあまずはですね、リスニングの正答率を、それでは見ていきます。いくらかな。よっ、正答率はこうなりました。これ見えるのかな。100、100、あ、全部100ですね。はい、全問正解。よし、やりました。はい、リスニングですね。パート2がね、結構、いや、やりすぎだろ、これむずすぎだわって言ったんですけど、取れてたんですね、全部ね。すごっとかって自分で言ってた。はい、全部正解できてたってことですね。まあ、もしくは採点対象外になってたかっていうのもありえはしますけど、やった、はい、全部正解することができました、リスニング。続いてリーディングですね。そうなんです、その1問みんなが分からなかったといったやつがどうなってるのか、ね、自分でも見てないですけど今。はい、ではいきます。よ、さあこうなりました。オール100じゃない、じゃないね、語彙がない1個。ということはあの問題の語彙は間違ったんだ。そう、1問ね、あの語彙問題でみんな揉めてどれが正解かって言ったやつですね。ああ、そこはやっぱり揉めたんだ、揉めたんだじゃなくて間違いなんだ。100100100 96100、採点対象外になるんじゃないかって言われてましたけど、いや、なってないですね。採点対象外にはなってません。まあ、そもそもね、リサイクルされてた問題なんですよ、あれって。で、リサイクルされる問題って採点対象外になることはまずないんですね。そのいい結果が出たぞ、この問題は使えるなって思ったのだけがリサイクルされるん で、 リサイクル問題っていうのは全てのフォームに出てくるわけですね。だ、4つとか3つトイックってフォームがあるんですけど、それの全てに出ていたものなので、なんで一体誰が正解だったんでしょうね。 R から始まる単語を選んだ人、 E から始まる単語を選んだ人、他に T から始まる単語かを選んだ人とかですね。
もう一個何だったかな、忘れちゃいましたけど、あのどれを選んで満 100% になってたか教えてください。私は E から始まる単語なんじゃないかなと思ってるんですけど、いや T から始まる単語が正解だろうっていう人もいるので、ぜひ教えてください。私は R から始まる単語を選んでこれになってますので、1個減らされてますから、だからその R から始まる単語の答えは間違ってたってことなので、こういう問題ちょっとね、まあ明日の動画ですね、菊池さんがここに、来た時に菊池さんが丸だったのか×だったかにもよってでまた絞られますので、ぜひですねそちらを、楽しみにしてもらえればいいんじゃないかなと思います。そうです、次回はイングリッシュモンスター菊池さんが果たして満点を取れるのかという動画をお送りします。まあパート2がね正解できたのは非常に良かったですね。全部終わってたのは良かったです。でパート7も全部取れた。あんだけ難しかったけど、いややっぱり語彙問題、パート5の語彙問題違ったのか、あれめちゃくちゃ悩んだんですけどね、めちゃくちゃ時間かけてやったんだけどな。はい、ということでした、ね、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.